はい、ということでどうも皆さんこんばんは、場所です。はい、ということで本日はですね、こちら今映っております、近鉄12200系スナックカー2両編成なんですけれども、こちらに積み入れパーツ取り付け、こちらのね、2点やっていこうかなと思っております。で、こちらのスナックカーに関してなんですけれども、つい最近購入したもので、大阪で開催されておりました、第171回、ホビーランドポチの、ポチフェスでですね、買ってきたものになります。で、そちらの紹介動画、今 i マークで出してると思うので、まだ見てないよって方いらっしゃいましたら、ぜひ、見てくださると嬉しいです。はい、ということで今回はこちらの車両の、スミーレとパーツの取り付けをね、やっていこうかなと思います。で、まず先に、スミーレの方からやっていこうかなっていう感じですね。はい、まあ作業の作業してる様子はあまり映せないと思うんですけれども、まあなんか一つの作業が終わったら、まあこんな感じにできましたみたいな風に、やっていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、で今回ね、スミレじゃなくてパーツ取り付けの方なんですけれども、今回何を取り付けていくかって言いますと、まずこちら、ポチュエスの動画でもお伝えしましたが、こちらの12200系の、屋根パーツかな、まあ床下、スカートとかに取り付けるものもあるんですけれども、こちらと、中間のつま面のとこにこの加藤のホロ灰色と、あ、こちら2つね、こちら2個と、加藤カプラを2つ、こちらをね、取り付けていこうかなと思っております。それではまずね、早速なんですが、先にスミレの方からやっていこうかなと思います。はい、それでは、まずね、スミレの方からやっていくんですけれども、この状態でやるのはね、ちょっとねやりにくいので、一旦ボディとシャーシーを分解します。分解というか、まあここ取り外します。映ってなかったで、これもね、いつかはボディマウントの TN にしたいんだけどね、つまめの方の連結もね。はい、まあこんな感じに開いてあげてね、こう分けます。で、ボディに関してはまたさらにね、このパンタグラフのパーツ取っていきたいと思います。よいしょ、おい、よいしょ、オッケー。もう板羽もこれも取っとこうかな、ついでだし。はい、ということで、まあ、こんな感じにパンタグラフをね、取り外すことができましたので、これね、ちょっとボケてたけど、これを取り外しまして、屋根をね、すごい作業のしやすい状態にしておきます。で、もうなんだろうね、もっと言うなれば屋根も取ってあげてください。そしたら多分やりやすいかな。で、この昔の製品こんな感じで簡単に外れるタイプなんですよ。今の製品ね、買ったことないから分かんないんですけどね、最新ロットちょっと買ってみたいけどね。はい、こんな感じで外してあげます。屋根こうなってんだ。おー、中入ってる。お、すげえ。知らんかった。これは真面目に知らんかった。こんなんついてるんですね。こんな感じで、はい、まあこれは取っておきましょう、今はいらないんで。こんななってんだね。さてさて、まあこんな感じでパーツが取れた状態で、じゃあ先にボディの方からスミレしていきましょう。で、今回使うスミレはこちらです。タミヤのね、パネルラインアクセントカラーブラックということで、まあスミレ塗料ということで、まあね、前にもあれはやてライブを作るのシリーズでしたね。で、使ったやつです。一緒ですね。で、スミレしていく部分はこの扉の部分とつま面のこの機器類のあたりと、あとどこかな、この貫通扉のこのくぼみぐらいですかね、入れるとしたら。はい、まあそんな感じでやってきてましょう。じゃあ扉にね、隅に入れるところだけ移します。はいぴょん、よいしょよいしょ、映ってるかな。で、内側、
こんな感じかな。見えるかな。よいしょ。おい。よっ。よっ。ほっ。まあこんな感じでやっていきます。さてお次はですね、つまめの方やっていくんですけれども、こちらのね、変わり方ぜひね見ていただきたいですね。だいぶねメリハリがつくので、さていきましょう。よいしょ。ういよっ。ほいほほほほいのほいほほほのほいよいしょ。さあどんどん入れてこ入れてこ。こんな感じでね入れていくと、なんだろうね、こういう隙間とかメリハリがだんだんついてくるので、よりリアルになっていきますね。でまあ内側はまあそうやらんでもいいけど、もうここはもう好みですね、内側に関しては。でこの配管のあたりも欠かさずやっていきましょう。はい、まあこんな感じで、まあね今の段階ですごい汚いんですけれども、あの拭き取れば全然綺麗になりますね。はい、それではもうあとはね他の車両もどんどんやっていこうかなと思います。はい、ということでとりあえず車体への墨入れはこんな感じでやってみました。はい、それではとりあえずね、軽く乾かしている間にお次のね、部分やっていきましょう。今度はねこの屋根なんですけれども、まあ塗るところはもうこれはもうねお好きなようにやってくださいという感じですかね、本当に。まあ、あの自分で墨入れたいとこに入れてやってもらったらいいかなと思います。それでは僕もね今から塗っていくんですけれども、こちらに関してはもうあのできましたよという感じで出す感じになると思います。大変申し訳ない。はいはい、ということで、屋根の墨入れこんな感じになりました。なんかすごいブツブツの斑点みたいな感じですごい鳥肌立って気持ち悪いと思う方いるかもしれませんが、まあこんな感じで僕やってます。でまあ基本的に墨入れるとこはこういうあの配管のとこかな、配管じゃないけどねこれケーブルだけど、とかこのパンタの台座あたりのこういうねとことか、あとクーラーのファンというか網のとこぐらいですかね、やるとしたら。まあこんな感じで墨入れの方していきます。おおそしたらね、あとは床下の方墨入れして、パンタの外紙の足元だね、足元もやってっていう感じでいこうかなと思います。あとフォロだね。はい、それではやっていきたいと思います。はい、ということでこんな感じで墨入れができました。まあねどんな感じに変わったか比較してみましょう。とりあえず今はねこんな感じです。ちょっとね台車の形違うけれども、まあこんな感じでだいぶ黒積んでますよねでこれをね一旦乾かして墨を取り除いてまたね比較してみたらいいかなと思うんですけれども、やっぱね違いが出ますので、いや楽しみですね。はい、それではお次パンタグラフやっていくんですが、このパンタグラフはどこやったらいいんかな。このスリ板のこのちょっとねポコってなってる部分と、まあ足元ですかね、やるとしたら。はい、そちらやっていこうかなと思います。はい、それでは行きましょう。はい、ということで、まあ、こんな感じで、パンタグラフの墨入れ終わりました。でね、まあ、お好みですけれども、このパンタグラフのこの台座のこの下のとこ、この辺も僕一応墨入れしました。それではね、早速、ボディ、屋根、床、足回り、で、パンタ、で、ホロを、の墨入れを除去して、組み立てていきたいと思います。で、墨入れを取る際に使うのはこちら、同じくタミヤカラーのですね、エナメルペイントということで、X20 の方を僕は使ってます。エナメル用塗料、溶剤、大瓶ということで。僕こちら使ってます。もう結構ね、なくなってきたんですけれども。まあこちらに関してはもうちょっとでかいサイズがあるんで、もうなんかそっち買ってもいいかなってぐらいなんですけどもね。はい、墨入れされる際はこちら、買って、グノがおすすめですね。はい、あとね綿棒、こちらの綿棒ね使って拭き取っていきます。それでは行きましょう。はい、ということでこんな感じで墨入れが終わって一段落ついたので、
拭き取ったりもしたので、こんな感じで、できました。だいぶメリハリつくでしょ。これがいいんですよ。またね、屋根こんな感じです。パンタグラフ、板羽取りました。ああ。こんな感じで、よいしょ。板羽なくてもいいかなって思ったけど、なんか いりそうだな、なんか元気がないやっぱ入れましょうかね。まあ屋根もこんな感じで、まあいずれウェザリングするので、とりあえずこのままで、でつまめもこういう感じです。で反対側ね、床下もこんな感じになっております。で前面ね、こういう風に炭入れすることによって、この前面のさ、連結扉、連結カバーみたいな扉のカバーがね、こういう風にメリハリつくんですよ。どうですか皆さん、ぜひねこれは本当にやってほしい格好ですよ。はい、まあこんな感じでね、見比べてみればもう一目瞭然ですよ。こんな感じで、まあ屋根はちょっと分かりにくいけど、でつまめんね、こんな感じで、はい、まあこういう感じですので、だいぶ印象変わりますよ。本当にこれはおすすめしたい。それではね、もうこっちも続けてやっていこうかなと思います。はい、ということでこんな感じで、区の12300の方もこういう風に墨入れが完了いたしました。これするだけで本当にね、実感的になるので、何遍も言いますが、皆さんもやってみてはいかがでしょうか。こんな感じでね、すごいね、ここのなんだろう、トイレ関係の板もすごいはっきりするようになりましたんで、いい感じじゃないでしょうか。前にはまあこんな感じですね、若干影がついてるっていう感じなんですけれども、はい、ということで、とりあえず墨入れはほぼあれ終わったかな。あとこのパーツに墨入れるぐらいなんですけれども、で次からね、パーツを取り付けていくんですが、まあ最初の方でこちらのエコノミーキットの説明書を使って、まあやっていこうかなみたいなこと言ってたような気もします。してなかったらごめんなさい。やろうかなと思ってたんですけれども、ちょっと見えないけど、こちらのね、トレインっていう雑誌あるんですけれども、これのね、近鉄を特集した本がありまして、2009年なんだけどね、これ。めっちゃ昔でしょ。ね、9年前、やばいねどうもなんだけど、こちらをちょっと参考にしつつ、パーツの方をね取り付けていこうかなと思っております。ということで、もう早速ではパーツつけていこうか。どうしようかな。